結局その、あの、石丸さんはかなり頑張ったと思っていて、その、あれ以上やれることってありますかっていうふうに考えると、もう結構限界だったと思うんですよね。で、あの、その、 選挙の演説で、あの、政策を語らないっていうので、結構、あの、それが話題になったんですけど、僕あれはすごく正しいと思っていて、その、じゃあ、街中で喋り始めます。で、喋り始めたタイミングで、たまたまそこにいて、で、30分間、その政策の話を最後まで聞く人って、ほぼいないんですよ。 要するにそのなんか着いた瞬間に話し始めた時も、なんかたまたまそこにいることなくて、だいたいなんか通りかかった時に、お、なんかやってんなっていうので、途中から聞くわけじゃないですか。で、途中から制作を聞いたとしても、やっぱりその前の方の話とか聞いてないと、チップカップな部分もあったりするので、で、実際じゃあその夏の暑い時期に30分間もずっと止まって聞いてるやつなんてほぼほぼいなくて、まあ、あの、元々熱心なファンも聞くんですよ。 でも、その元々熱心なファンはもう最初から石丸さんに投票するから、通りすがる一般の人に石丸さんの印象を、まあ、持ってもらって投票してもらうというのを考えると、制作を言って理解して納得してもらうというよりも、面白そうな若い人がいるなという印象を与える。好印象を与える。で、もし興味があったら、ネットで見てくださいねっていう形の方が、実態としては、あの、まあ、効率はいいと思うんですよね。 で、一箇所にその20分とかで、そのなんかの選挙を楽しみましょうとか、そのあのなんか未来を良くしていきましょうっていう割とそうふわふわした抽象的なことを言って、で、ハイタッチをして写真を撮って次のところに行くっていうので、で、200箇所ぐらい回ったっていう。で、僕はあれはすごく効率的な行為だなと思ってて、ただそれをやりました。で、ネットでもあの、切り抜きの動画とかがすごい再生数回っていて、で、多分その TikTok とか YouTube ショットとか見てる人ってあの時期は多分1 一回は石丸さんの再生しちゃってたと思うんですよね。なんかたまたま回ってきたみたいな。要はその、あの、選挙系の番組とかを、じゃあその、なんか TBS とか日テレとかテレ東とかも上げてるんですけど、で、そういう感じのポチッとしちゃうと、関連動画としてやっぱりその、あの、石丸さんのって上がってきがちなんですよ。なのでそういう感じで多分見たっていうので、その、たまたま石丸さんのネットの動画に触れてしまったっていう人数も結構多かったと思うので、なのでその、まあ、あ 一応その演説を日中やって、で、たまたま興味を持った人の動画で自分の考えを知ってもらうっていうのを、できる限りベストをやってたと思うんですけど、でもやっぱり勝ちようないですよね。ダブルスコアですからね。なんかその、2位で惜しいよねっていうレベルじゃなくて、やっぱ半分なんですよ。 だかだなんかあの、票数が10%、20%とかだったら、あ、それはなんとか勝てるかもしれないってなるんですけど、あれだけ頑張って、ダブルスコアって、やっぱりどうやったって勝てないよねっていうのが明確になっちゃったんですよね。で、20代、30代とか、あの、若手の人ってやっぱ石丸さんに投票してるんですよ。でも、その、5、6、70代の方って、小池さんに投票しちゃうんですよ。で、結果として、ダブルスコアっていう。 であの最近の選挙って、あの投票率、ずっと下がってたんですよあの。東京15区補選っていうのがあってあの、翼の党の人が大騒ぎしたりとか、乙武さんが出たりとか、応援でまあ小池さんが出たりとかっていうので、割とその有名人もあのボトボト入ってきて、結構あの、それなりにこうニュースにはなってた選挙区あるんですけど、江東区の。で、東京都補選、実際じゃあどうなったかっていうと、投票率下がったんですよ。 要はそのニュースでいろんな有名人が来て、まあ、国民民主党のあの、玉木さんとかが、あの、こう、選挙演説したりとか、なんかあの、フランスでビール飲んでるおっさんがなんか朝方来て駅前なんかベラベラ喋ってたりみたいなとか、ニュースにはなったんですけど、で、その話題にはなってみんなもう目には触れてるんですけど、結果として投票まで行くかっていうと、行かないんですよ。で、むしろ投票率下がってるんですよ。確か30何パーかなで、まあ、組織票というか、もともとあの、立憲民主党の人たちの、あの、これぐらいの組織があるよねっていう票が入って受かるっていう。っていうところで、その、 投票率を上げたっていうのは、僕は今回あれは石丸さんの成果だと思ってるんですよ。 要するにその、あの、小池さんファンの人たちが熱心にその、あの、今まで小池さんに投票してなかったけど、小池さん投票するぜって、熱心に投票に行ったっていうのよりも、そのなんか、蓮舫さん応援したいぜって言って、今まで投票したことないけど、蓮舫さんに投票するぜって言った人たちよりも、石丸さんだから今回選挙に行こうかなって思った人はやっぱり多かったと思うんですよね。なので僕はそのなんか、あの、投票率上がったんじゃないかなと思ってるんですけど、これはあの、実際あの、ちゃんと選挙情勢のあるデータとか出てきたら、 そこら辺分かると思うんですけど。なので、その、若い人で、なんとか東京を変えたいよねと思ってる人たちは結構多い。んで、その人たちは結構頑張った。なんかその、選挙演説とか、あの、駅前とかどこ行っても、やっぱりそのなんか、1000人単位で結構集まったらしいんですよ。で、僕の想像ですと、あの、コアなファン層というか、どこでも行きますっていう人は多分500人ぐらいいたと思うんですよね。なので、あの、 石丸さんが移動するために500人ぐらいが移動して、で、ほ、もう、他の500人っていうのは多分その地域で、なんか若者たちがいっぱい集まってるよねとか、なんかあの、あれ石丸って人らしいよみたいので集まるっていう形で、で、そういう人たちを感化してったことで投票率を上げた。というのは僕はすごく良いことだとは思うのですが、結果としては未だに2倍の票の差があるっていう。うん、勝ちようがないよね。 っていうのがなんか可視化されてしまったっていうのが、だから若い人が頑張った方がいいよねとは思うんですけど、いくら頑張っても高齢者層には勝てないよねっていうのが、なんか分かってしまったっていう悲しい感じですよね。